今朝早く札幌市南区の住宅街で熊のような動物が目撃され、警察などが周辺を警戒しています。今日午前4時半ごろ、札幌市南区富士の五条三丁目付近で熊のような動物が100メートルほど先の道路を横切ったと車で通りかかった男性から警察に通報がありました。警察によりますと、男性は黒くて狐より大きかったと話しているということです。足跡や糞などの痕跡は見つかっていません。熊出たんだって。どうぞ。夜？いや、朝方。怖い。ちょっと怖いですね、見てない。そうです、うん、遊ぶとか、うん、周辺の小学校などでは見守り登校を実施したほか、警察や札幌市が周辺を警戒するとともに住民に注意を呼びかけています。